八代坂本災害支援ハブセンター様にですね、人吉豪雨被災者支援小畑仏壇無償提供2機昨日お届けいたしました。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、人吉熊八代芦北仏壇支援隊隊長永田光希でございます。2021年4月の29日、今日は木曜日だったんですかね、今日木曜日ですね。今ちょうど朝5時43分、ちょうど543、朝動画並びましたね。今外すごく雨降ってます。音聞こえてますかね。外気が15度になります。昨日ですね、先ほど言いましたけど、八代坂本災害ハブ支援センター様にですね、人吉豪雨被災者支援小畑仏壇無償提供2機場お届けいたしました。はい、いつもありがとうございます。坂本さん、ハブ支援センター様ありがとうございます。この度ですね、お仏壇を2基、盆上鎮を合計4基ご注文いただきました。で、昨日お仏壇を2基をお届けですね。で、盆上鎮は2基ですね、メーカーさんの方からまず、発送は行ってます。それと次、今2基、今発送を申し込んでおります。全額もちろん無料でございます。はい。そうだった。災害支援ハブセンターさんからですね、これ被災者様にですね、こうやって盆上鎮をお届けされているところの絵を送っていただきました。誠にありがとうございます。助かります。こういう写真ですね。はい。そういう形でですね、どんどん言ってください。人吉豪雨被災者支援、人吉の方々にですね、お仏壇、それと今年ですね、やっぱ、初盆の方が来られると思うんですよね、亡くなられて。まあ、豪雨で70何名の方が亡くなってらっしゃいます。で、初盆、その後で関連死ですね、やっぱ話聞くとかなり多かったみたいなんですよ。やっぱり環境が変わりますよね。ですから、まあ10月、11月、大方で話はよく聞きますが、初盆の皆様で、やっぱ、盆上鎮、仏壇が買えないという方は声ばかけてください。もうこれでよかったらば、もうお届けします。盆上鎮を100基、すいません。仏壇を100基。こちらのお仏壇ですね。仏壇を100基。盆上鎮を50基。まあ、用意しております。8月末までですね。はい。言ってください。それとですね、コロナで、今、まあもうコロナ、やっぱもうせっかくのゴールデンウィークはですね、もうコロナも、もうコロナ、本当、値番ですな。もう私はもう去年の暮れぐらいでようなと思って伝わってるんですね。風邪じゃなかですね。インフルエンザじゃなかですね、あの人たちはですね。本当すごいです。で、まあ、コロナで今ですね、生活が大変な方がいらっしゃいます。ですから、そういう方々にですね、お仏壇を支援します。もう、商売人の方、大変でしょう。私も気持ちがようわかんで。ですから、もう本当もう、ただですね、もう妙なことは考えとってくださいね。もう自殺とか絶対ダメですよ。ですから、お仏壇ば、もしも持ってらっしゃらない方は言ってください。もうお届けします。で、そばお仏壇ば拝んでですね、早寝、早起き、断酒して、人生まだやれますからですね、そういう形でですね、ご支援をしていきたいと思います。ですから、コロナ生活者、生活困窮者の方ですね、言ってください。お仏壇もお届けいたします。ですから、熊本の仏壇店でございます。今まで熊本の皆様に助けていただきました。せめてもの恩返しでございます。お仏壇で人助け、一生懸命頑張っていきますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで。この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は天。お祈り申し上げます。